往年チャンネル。私いろいろご主人の話を聞いてきて、非常にその見識の高い方だと思います。特にですね、ある定款の境地に達していらっしゃるような気がするんですけど、いや本当に冗談じゃなくて、やっぱりその減り靴が多いんだよ、昔から。僕は昔から減り靴が多いって言うから。そうですか。何でも興味があったもんだから。そうですか。新聞でも、新聞でみんな後ろから前、後ろからも前から前からも見ますよ、あの政治欄とか。好きで、まあ、そういういろんな知識も終わり、関心も終わりだったのがよくわかるんですけど、関心あってもやっぱり、それをこう具体的にそのなんだこう書き留めてそのまとめる力がない。それが僕の欠点で。まとめなくていいんじゃないですかね。いや、というか私がご主人の素晴らしいと思うところはですね、いろんな関心があるだけでなく、その最終的にやっぱりこう普通の人って欲で生きてるじゃないですか。こうしたい、ああしたい。自分の利益に引きつけてものを見てしまうじゃないですか。ところが損得で噛んでるよね。はいはい。それはもうしょうがない。うん、非常にその、まあ、ある意味こう宗教的な境地とでも言うようなですね、なんかこうある意味こう手放してですね、そういうのをあのもしかしたらね、この頃本当にね、はい、親を直してからね、特に感じるようになったのはね、虚しさを感じるよね。物に執着もしなくなってきた。はいはいはい。そうですか。うん、物を皆さんほら何が欲しい感じで、女房も言うけど、もう全然そういう気なくなったね。はい、あ、当然だってお墓に持っていけないし ね、まあ、ね、極端な話お袋が 3年前に亡くなってきた。3年前に、え、じゃあ震災の時ですか。震災の後だっちゃ。ああ、震災直後に、震災前後いろいろ大変だったんです。大変は大変、うちはあんまり影響を受けなかったんだけどね。ただ1ヶ月ほど休んだっていうのが影響を受けようと。じゃあ震災とお母さんとダブルショックでしたね。ダブルショックだね。だからあの絶対安全だってのはね、はい、もうその時からダメになったね。あのよく政治家がこう絶対自動あのねえ原爆だって原あ絶対安全だよなって食べてってでしょ、危険ではないみたいなんですね。うん、何でもあるんだなと思って今回のあの御嶽さんみたくね、不幸なことはなんてでも起こるわけでしょ。その前だって広島だってそうだってね、まさか自分がなるとは思ってねえんでしょ、あの人たちだって。噴火してるところ一生懸命見てるもんね。なるほど。まあ津波の時とかもいっぱいいらっしゃったでしょうね。昔チリ地震津波って、今私15歳の時だからもう50年以上前のね、50年昭和35年、ね、あの時来なかったんですってね、あの その前まで来て大丈夫だったらしい。そういう人も亡くなってる。その大丈夫だったとしてはか今度今言うの安全だと思って過信してここまでは来ないと、はい、絶対来ないんだと。で長めで自分が行こうしやる。だから安全はどこにもないよね。やっぱりその、結局その社会がですね、やっぱりそのなんかコミュニティが崩壊してるとか、なんとかっていう原因の一つはですね、やっぱそういうこう自分のことじゃないんだ、まず人事だっていう気持ちだったと思うんですよ。人事だね。やっぱこの震災によってですね、誰もが自分のことだって気づかされたと思うんですよね。誰にも来るっていうことだね、感染で。でその一方誰でも起こるんだけどでも守れないとかですね、その時の選択が必要、はい、その時の選択、はいはいはい、ね、だから例ええー妻でもなるほどなるほどなるほど、逃げなくちゃ。奥さん聞いてるかもしれませんしだってあれ見てってそうでしょうや。だって助けに行ってさ、助けに行ったやつが死んでるんだよね、逆に。いや助けに行った人が死んでるけど、それを助けられる人はもう逃げてんだよね、はいはいはい、だけどいない、逃げてないと思って一生懸命助けに行った人が死んでる。そういう社会だから、ね、辛いでしょうね、だから選択をやっぱり生きるってことの選択をきちんとしておかないとダメだね。そこからあの全て出発しなきゃ。素晴らしい、全くですね、だって、そう考えて行動しないとダメでねえかね。本当ですね、
いやそういうことを我々にこう思い知らされたこの震災、ね、でその一方やっぱりそのもうある意味こう諦めなきゃいけないところもあるじゃないですか。あ、そうだからね、まあ、その選択っていうのもその通りですよね、うん、全てを選べるわけじゃない、うん、でそういうこう何かをきっちり全部掴んで離さないぞっていう方が多い中、この震災を経て我々が学んだことはきっとそうじゃないですか。それがあるとこご主人の中にでもそうだけど理解することだね。なるほど、うん、素晴らしいですね。